プロ野球マスクなし解禁。2023年2月8日水曜日、しぎれもんネットラジオ、こよいしぎなラジオでということで、こよいもしぎの扉へようこそ、しぎれもんです。さあ今日は週の狭間水曜日ということでお送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、プロ野球なんと新型コロナ5類引き下げでマスクなしで観戦、声出しも OK ということでね、まあなかなか大きなニュースでございますけども、これについて、私のシレモン的見解を今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。その後はシギレモンの最新情報、シレモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー、一夫多妻制の男がですね、逮捕されたということで、まあこれすごい親父ですよね、そのことについて、そして心は、体は男、心は女性という男が、性的わいせつ容疑で逮捕されたというニュースですね。そして、SNS 等で、まあ、迷惑行為の動画が炎上している件で、次は吉野家でも、このような、ね、迷惑行為動画が行われたということなんですけども、そのようなニュースを今日はお送りしたいと思います。フシスポのコーナーは、本日も千葉ロッテマリーンズの、情報などをお送りしたいと思います。そしてトレンドレモン、毎週水曜日は最新のヒットチャートズライトをご紹介しております。今日はアメリカのビルボードチャートということで、アメリカのランキングね、お送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。こちら2月7日日刊スポーツより、プロ野球新型コロナ5類引き下げ以降、マスクなしで観戦、声出しも OK、 榊原コミッショナーということで、榊原コミッショナーは7日、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられる5月8日以降はマスクなしで感染できるように考えを示したということなんですけどもね、まあ、決定というわけじゃないんだけど、まあ、ある種コミッショナー、まあ、これはまあ観測気球的なところもあると思うんだけども、まあそれまでに例えばまたコロナが、感染者数が多くなったり、あとはまあ世論の反発があったりしたらちょっと変えるかもしれませんけども、基本的に見ておりますと皆さん歓迎ムードというか、うん、英断というふうに、書いてる方が多いで、不思議レモン的にもいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ繰り返しずっと言っておりますけども、やはりそろそろね、こうマスクある人、つける人つけない人を共存するような形、両者を認めるような、うん、あの世の中にしていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね。全ての人にマスクを外せっていうのはこれ無理な話だし、逆にでもマスクを外したい人は容認していく時期に入って、そこを容認しないとですね、やっぱりいつまで経ってもですね、この監視というかですね、空気を縛るようなところが日本人の場合続いてしまうので、やっぱりそのまあ政府がやる、もちろんこう率先してやるのはもちろんなんだけど、こういう大きな団体ね、まあ、野球、まあスポーツの団体とか、まあ、J リーグとかもそうなんだけども、うん、このような形でやっていくっていうのは、まあ、非常に大事なことなのかなと思うんですよね。まあ本当に、長い道のりでしたけども、まあ日本人らしいじゃ日本人らしいですよね。1年遅れ、世界から1年遅れぐらいでやって、こういうふうにまあ解禁していくっていうのは、まあでもある種ね、その安全面とか考えたし、まあ思慮深い日本人らしい、まあスタンスだというのもありますしね、うん、ただやっぱりさっきも言いましたように、そろそろやっぱり普通の生活に戻していかないと、やっぱり今やってることは普通じゃないのでね、うん、これをもうこうマスクをつけていたら全てが安全安心というふうなものを思われる方多いと思うんだけども、まあそのある種コロナに関してはそういうね、意味もあるかもしれませんけども、一般的な生活においてはマイナスのことがやっぱりすごく多いと思うんですよね、うん、そこをやっぱり気づいてないだけであって、コロナをブロックしているけども、総合的トータル的には失っているものも多いという、うん、このマスクというのは、そこを考えるとやっぱりそろそろ、まあ、外していく時期ということで、このような形で、まあ、野球のね、まあ、日本人はやっぱり野球がまあ一番と言っていいほどの人気ですから、まあ OK を出すというのは非常にいいことなんじゃないですかね。なんか本当に嬉しいなっていう、なんかこう、ああ普通に戻っていくというこの喜びというものを感じていけるというのは、うん、やっぱりコロナをこう耐え切って、ね、耐え切った人たちの、まあ、特権なのかなと思いますけどね。この番組は資源学レーベルの提供でお送りいたします。
知れも何した。このコーナー最新のしぐれもニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。しぐれものファンクラブ演奏 VIP 会員の更新月は2月28日までとなっておりますので、よろしくお願いします。詳しくはしぐれも更新の方をご覧ください。ネットの配信を聞いてみたいと思います。朝9時本日のしぐれモーニングカフェ、今日は天使の街スタジオライブ、しぐれも公式の方で朝9時配信しております。正午フシーネコニャンズアワーということで、今日はプレイバックフシーネコニャンズの風景ということで、落ち着きない、歌のしの服をということでねうちの落ち着きのなさは永遠に治ることがないという、フックの マイペースさは、一生このままだという感じもしますけど、この2人が、合わないからよく喧嘩をするという双子なのに性格が真逆というね。正午シネコニャンデジタルハウスにて配信しております。水曜日の3時半は私フシグレモンデジタル写真集屋根裏の果樹物の配信ということで、今日も、ね、フシグレモンテレビ収録前の、撮影をしております。お昼3時、配信となります。6時レモンチューブステーション、今日はフシグレモンが選ぶ最新ヒットチャートレモネード10ということで、私のね、独自の視点で今聞くべき最新の月間ヒットチャートランキングを発表します。まだ10位から4位まで、10位バックナンバー I love you、 9位米津玄師キックバック、8位ミラージュコレクティブフューチャリング長澤まさみミラージュ、7位バウンディ瞳惚れ、6位パンピーアワードツアー、5位パフュームスピニングウォーズ、4位ミッセスグリーンアップル僕のことオーケストラバージョンとなっております。ベスト3、第3位10フィート第0巻、2位オフィシャルヒゲダンディズムホワイトノイズ、そして1位がバウンディまぶたということでございます。まあ1位と2位はもうめちゃくちゃいい歌ですね。特にバウンディさんのこの曲はまあちょっと歌謡曲っぽい感じもしますし、まあ僕まあどっちか迷ったんですけどね、ホワイトノイズは本当にいい曲ですよね。まだまだまだこういう曲を作れるというヒゲダンのこの凄さを感じましたね。いやーね、まあそのずっと作れると思うんだけど、この連発的に作ってくるでしょ。ちょっとこうあのミュージシャンの場合ね、ちょっとこう、まあ、ダメっていうかちょっとまあね、お休みみたいな曲を作ったりするんだけど、もう立て続けに名曲みたいな感じの楽曲をね作れるからね、すごいなと思っちゃいますけどね。こちらのチャートは、動画付きのチャート、レモン、チューブステーションにて配信しております。7時本日の6時半レモンジュリーステーション、今日は、初企画ザ・タイガースは何したということでね、沢田研さんの伝説のバンドザ・タイガースの、情報、そして各メンバーの情報などを、最新情報を細かすぎるほどチェックしたコーナーでございます。急なニュースが入りましたらレモジュリーニュースに、差し替わる可能性がございます。先ほど6時半しげもニュース沢田研二チャンネルレモジュリーステーションにて配信しております。7時本日のしげもニュース、今日はしげもテレビの告知です。8時このラジオ、現在しげも公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後はしげテレビにて配信、しぐれも公式で概要も同時に配信しております。8時半水曜8時半の適当タイム、しぐれもテレビの前のしぐれもテレビですけど、今日はギリシャヨーグルト、久々にみかん味を食べております。この後、8時半ファンセット演奏して配信となります。9時水曜21時のティータイム、しぐれもテレビでございますけども、今日の気になる話題としました、炎上動画まだまだ続くね、話、キーワードトークはこいつ絶対に話持っているなと思った話好きでもない人と付き合うのはあり、あなたが思う面白い人はどんな人ですかというね、キーワードトークについても、お答えしております。この後9時、しぐれも公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はしぐれテレビにて配信、しぐれも公式で概要も同時に配信しております。10時から1年前のしぐれもコンテンツを再配信、プレバックしぐれも1年前のしぐれもニュースはファンサイト演奏室、1年前のこよい不思議なラジオで、しぐれもテレビは主義テレビにてこの後プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のフシレモンスケジュール、今日は、水曜日ということで、フシレモンテレビ収録のため引きこもりということで、一日ね、ニャンズハウスにこもるという感じの一日でございます。朝一起きてすぐフシレモンコンテンツ制作、その後9時過ぎ、ラジオ収録、その後10時音声収録の、編集作業、もう昨日撮ってるんでね、ザ・タイガースは何したか、めっちゃ時間かかりましたけどねそして昼、過ぎで1時からフシレモテレビ収録、フシフシテレビは事前収録しておりました分を編集作業、余ったら、ジュリーのカバー制作など、そんな感じの今日も1日でございました。
ナー、不思議レモンで熱帯夜でした。不思議ファインにてフルバージョンお聞きできます。不思議レモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこや言うコーナーでございます。昨日2月7日火曜日お昼1時から本日2月8日水曜日午前9時までのニュースとなります。こちら2月7日文春オンラインより、一夫多妻男逮捕、熊撃退をスプレーで襲った後に妻9人と同居、東山とハーレム男74歳の女性を落とすマインドコントロールの手口、死を回避するには成功しか点点点ということで、すごいおじいさんいますよね。あなたは近々死ぬよ、宇宙人に連れ去られて皮を剥がされて食べられる、死を回避するには成功するしかないという、まあ性行為ですよね。そんな異常とも取れる脅し文句で10代女性をマインドコントロールして性交を強要しようとしたとして、東大和に、住む元占い師渋谷容疑者74歳をと、元妻の千秋容疑者43歳、を、準強制、さっきの、準強制性交等未遂容疑で逮捕したということなんですけども、この、渋谷博人でいいんですかね、容疑者は40から70代の妻元、妻9人子供3人の13人で暮らしているという、すごいですね。やっちゃいけないというか、まあ、その一夫多妻に関してはどうなんですか、法律的にはアウトなんですかね。いやでもまあその何事実婚みたいな感じだったら OK なんですよね、別にいいわけですよね。それただまあこの性言ったらこういうまあね、セクハラというか、わいせつ行為をしたことは許せないけども、いやでもすごい暮らしをしているよね。しかしこの10代の女性もよくこの、まあ、70歳ですよ、相手よくまずそのまあ何ていうの、占いということであれかな、この何言ってこういうマインドコントロールみたいなのをかけるのかな、ちょっとなかなかよく分かりませんけどね。しかしまあ、もともとその40、なんか奥さんも今やおばあちゃんみたいになってるんだけど、そもそもは金髪でミニスカートを履いてるようなギャルというような、まあ、人たちだったということなんだけども、まあ、女性を集めた方法は求人と勧誘、占い師の助手を募集する求人広告を出したり、同居する妻たちに職場などで勧誘させたりして数をどんどん増やしていたということで、この容疑者はですね、一夫多妻は日本では認められていないから結婚と離婚を繰り返したと、一緒に住む女性たちは全員妻だと思っているというふうに説明して、夢で見た女性にモテる呪文の力で若い子たちが集まってくるんだと当然のように話していて、唖然とした記憶がありますというふうに記者の方はおっしゃってありますけど、まあでも信じる者は救われるってよく言うけど、もう俺はそうなんだって、あのホストとかと一緒ですよね。俺はあのナルシストとか、俺はそうなんだと思ったらそういう人が結構集まってきて、あれだからやっぱり自信って結構大事だなという感じはしますよね。世の中まあ多様性とかなんだとか言われて、まあ SNS の時代ですから、何でもかんでも俺はそうだと思ってもう押し切ったら結構それでいっちゃうみたいなところ今の世の中ありますからね。まあすごいな本当に。まあでもね、まあ何ていうんですかね、まあ、一夫多妻は認められてないけど、その事実婚としてたくさんの女性と子供と住むというところまではまあ OK としても、まあ、それをそのわいせつ的なことを行動してしまったらアウトですよね。それはもう責任取ってね、反省しろって言っても反省しそうにないけどね、この人ね。こちら2月7日産経ニュース、心は女性、装い犯行か、障害者支援団体代表の男逮捕ということで、容疑者は自身について体は男だが心は女性と周囲に説明しており、同社は女性の警戒心を解くために嘘を言っていた可能性もあると見ているということなんだけどね。もう完全にこれ体は男だけど心も男で男ですよねまあだから今 LGBT のまあいろんなね、法案とかがまあいろいろ議論されておりますけども、まあ、ある種 LGBT の方々を差別するようなことがあってはいけないとは僕も思うんだけども、まあ、ある種の区別というか、は必要なのかなと思ってしまうような事件ではありますよね。どうしてもね、こういうように嘘ついてしまうやつも出てきますし、全く同じフラットにはできませんからね。やっぱりその心は違うと言っても、まあ、体つきが男であれば、もし女性のトイレとかね、そういう人がガーッと入ってきたら一番嫌なのはやっぱ女の人だったりしますからね。まあ、その辺はだから難しいところで、まあ、差別と区別を結構こう
きっちりと分けるというのは、非常に大事なのかなと思ってしまう事件ですけどね。お送りしたのは不思議でもねウェイトポストマンでした。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、マリーンズの公式、YouTube に沢村さんの、筋トレね、ウェイト早朝ウェイトトレーニングのカメラが潜入ということで面白かったですね。しかし彼は本当にお手本となるような、感じのね、ピッチング以外にもですね、なかなかこうでも面白いですね。なんか聴いてる音楽は竹内まりやさんだったり結構古い、音楽、確かに竹内まりやさんはなんかこう母性の歌声で結構ねハマるというか感じはしますし、でシュワルツネッガーさんとアメリカの俳優さんの会ったというその、筋トレつながりでですね、そういうことも話してましたけどね、なかなか面白いなという感じもいたしましたけどね。 CM不思議レモンファンクラブ演奏のお知らせです。不思議レモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモニュース、それは最後に言ってなきゃ、吉野家でも迷惑行為、動画ということで、なんか紅生姜を直接食べる、あれはきついよね本当に。今やってる人って少ないと思うんだけど、過去やっていて
いった動画をこのようにあぶり出されるということであっても、まあ今はどんどん叩くべきだと思いますけどね。やってはいけませんからね。レモンニュースのエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやく言うトレンドレモンのコーナーでございます。毎週水曜日最新のヒットチャートをずらりとご紹介しております。今日はアメリカビルボードチャートということで、まずはシングルベスト10からお送りしたいと思います。10位から4位まで。10位リル・ウーゼィ・バードの Just Wanna Rock。 9位ハリー・スタイルズ As It Was。 8位ドレイク&21 Savage のリッチ・フレックス。 7位デイビッド・ゲッタ&ベベ・レクサの I'm Good Blue。 6位ザ・ウィークエンド Die For You。 5位サム・スミス&キム・ペトラスのアンホリー。そして4位がテイラー・スウィフトアンティヒーローとなっております。しかしハリースタイルズ強いですね。まだずっと入ってますよね。次は、ビルボードアメリカアルバムチャート、ベスト10、10位から4位まで。10位、ザッチ・プライアンの、アメリカン、ハート、ザック・プライアン、の、ハートブレイク、アメリカンハートブレイク。9位リル、ワッチのレッツ・スタート・ヒア。8位バッド・バーニー、アン・ベラーのシン・ティ。7位サム・スミス、グロリア。6位モーガン・ウォーレン、デンジャラス・ザ・ダブルアルバム。5位ドレイカンの21サーベージのハーロス。4位がメトロ・ブーミン、ヒーロー&ヒーローズ&、ビリエインズビレインズか、となっております。サム・スミスニューアルバムですよねこれね。ずらりとそんな感じのチャートとなっております。ともにベスト3はエンディングに。Cause I love you, I'm going to play
お送りしたのは不思議にもね恋の人チャート68渋谷スタジオリハでした。トレンドレモンの続きです。今日は最新の人チャートずらりとご紹介しておりますが、ビルボードチャートアメリカのね、まずはシングルベスト3第3位メトロブーミンザウィークエンド&21サーベージのクリーピン、2位シーザーキルビル、1位がマイリーサイラスフラワーズでございます。売れてますよねこの歌ね。なんか元旦那恋人かなんかのなんかこうアンサーソングというかなんかねリベンジソングっていうんですかねよくわからないけど怖いよねそんなんね出されたら。ビルボードアメリカアルバムチャートベスト3第3位テイラースウィフト、ミッドナイツ、2位がシーザー SOS、 1位がトゥモロー X ツギャザーのザネームチャプターとなっております。ザネームチャプターテンプテーション EP ね、まあテイラースウィフトのニューアルバムですかね、売れているようでございますけどね。ということで今日は、アメリカのビルボードチャート、お送りいたしました。お送りしてきました不思議もんネットラジオ今宵不思議なラジオで明日は木曜日になります。明日8時から、ね、同じくお会いしましょう。不思議もんでした。すべては優しく包まれるだろう。全ては優しい。